SSP。 これすごいね。結構ね、初速も出んの。これすごいね。これすごいね。これね、去年とかに小平プロとかが使ってた、RSF プロトタイプっていうモデルでございまして。いや、プロトタイプって書いてあるの、うん、あのね、プロゲーの直営店とかイベントでのみ売ってるモデルで、2月にリリースして発表になるかなという感じで。すごいよこれ。大事なスピン少ない。皆さんこんばんは。シダル TV 石井亮介です。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんをお借りしまして撮影をさせていただいております。これ悲劇のドライバーと言われておりまして、そのイメージ絶対メーカーさん怒ると思うけど、最初に借りた時は石井さんが疲労の極地でヘッドスピードが全く上がらずボツになり、うん、で先週も借りたんだけど、先週は石井さんが怪我をしてダメになりで、ね、その都度プロギアの人がごめんなさい、うちの事務所に持ってきてくれてたのね。ごめんなさい。今回3度目の正直ということでやることにしました。ごめんなさい、申し訳ございません。これはあれだよ、出さないとまずい。うん、いや今日もあの代打を。でね、何回か打ってるんですけどすっごくいいんで、いい、僕はこれはぜひ紹介したいです。あのね、あのね、すっごいね、うん、打感が柔らかいの。で、ごめんなさいね、こんなこと言ったら怒られるかな。うん、僕プロギアさんの、今こう何世代か RS シリーズありますよね。今 RS5 を含めて、フェース面の弾き感は感じるんだけど。ディスってないからね、悪く言ってないよ。ちょっとフェースがね薄い気がするんですよ。でなんとなくなんか球が軽く感じるの。ピンポン球、いい意味では飛んでくんだけど、悪い意味ではなんかちょっとこう軽いなって感じるのが、全然打感が違う。去年ですね、プロギア RS5 というのが出てて、はい、3機種出てるんですけど、はい、まあ、基本アマチュア向けのモデルなんですよ。これ逆に大好物かも、うん、でこれはですね、プロのために作ったプロフェッショナルモデルでございまして、打感はなんか分厚いし柔らかいし、で今球もねスピン少なくて強いし、 RSF よりもさらに、ツアープロの要求に応えたプロフェッショナルモデル。で顔もね、全然こうなんかねじれてるとかよじれてる感じがなくて、すごい構えやすくて、あの何世代か前の RS ギリギリを買った時に気に入って使ってたモデルの僕の記憶を、見た目も打感も球も全部今パッと超えてるので。これどこで買えるんですか。これはだからプロギアの直営店とかイベントでしか今のところ買えないのかな。これはぜひ本当打ってほしい。うん、プロギアチューンじゃない、うん、じゃあ普通に量販店で売られるんですか、そのリリース後は。いやいや、やっぱり直営店で本当に販路を絞ってごく少量だけ出るっていう。僕何度かあの銀座のプロギアさんのところでこう計測してもらったことがあるので、うん、ああいうところに行けばじゃ買えるってことですね、はい、いいでしょう。いいですね。顔もすごいこう丸顔だけど大きすぎず小さすぎず構えやすいです。でちょっとソールに注目していただきたいんですが、はい、プロトタイプって書いてあって、はい、後ろにクローバーのマイク1個ついてると思うんですよ。グローバー、ヒールについてます。ヒールだね、うん。これはセンター後方にボリュームを持たせた洋梨形状のプロトタイプ。何種類かあるんですか。まあシングルクローバーとでも言いましょうかね。もう一個ある。これはトリプルクローバー。トリプルクローバー、ヒールバックにボリュームを持たせた丸顔形状。3つあるやつか。これも打ってみましょうか。ベンタスの 6S が入ってて。ごめんね、ちょっとシャフトがそれ長いから若干バランス出てるかもしれない。さっきの顔は全然違うね、うん、僕はこっちの方が好みだったな。
僕顔だけだったらそっちがシングルクローバーが好きかも、うん、でもまあ打ってみてですね実際は。打感も全然違います。へー、お手手がトラブルの石井亮介プロ、結構スマッシュも出てますよ。本当本当今日スマッシュ出ないですから。ナイスボール、スピン少ない。ヘッドスピードが、スピンは2200回転ですよ。44で266なんで許して。本当いいよ。いいね、うん、すごいね。じゃあ助っ人に登場してもらおうかな。助っ人行きますか、うん、2代目令和の品物。じゃあ最初のシングルから。じゃあ一応シングルクローバー、シングルクローバー、はい、こっちが洋梨型でちょっとコンパクトな感じなのかな。で、シャフトは TB の 60S です。はい、TB60S。 ほら石井さんとさ RSF 打った時にさ RSF、FF が欲しいねみたいな話をしてたと思うんですけど、まあ文字通り FF みたいな位置づけなのかなっていう感じがする。いや、いい球。お、ロースピンだ。ロースピンだね。打感良くない？気持ちいいです。気持ちいいよね。めっちゃ気持ちいいです。これさ、欲しい。それシングルだよね。はい、構えた感じ構えやすいよね。いいですね。1.5、ね、イケメンな感じします。うん、俺これかな。あのね、タケルと天心の戦いに康二が殴り込みに行く心境ですってわけのわからんこと言った。いや、康二は御社はちょっとまずいんじゃないかなって。まあ、これ分かんない人は分かんないままにドロップしていい。これ SIM を使ってるユーザーはそのままスイッチできると思いますよ。 SIM の話もするのか。天心とタケルの話もするのか。これすごいよね。やっぱいいよね。うん、シングルクローバー、これ ロフト何度なんですか。本当にね、 10.5 度。これでオンリー、これすごいね。なんかどんどん打ちたくなりますね。ね、このクラブ唯一の弱点がですね、カスタムシャフト装着で税抜き11万。なるほど。はい、はい、いいものは、なのでいいものは高いんだよ。タックスを入れると12万ぐらいしちゃうかな。12万いいものは高いんだよ。トリプルクローバーも打ってみます。これはね、あのボリュームがあってちょっと丸型の、うん、今風の投影面積の大きいタイプです。トリプルクローバー、シャフトは小平プロどっち使ってんのかな、分かんないけど。青弁6S。はい、いやー、これすごい。顔だけ選んじゃうとだよね。まあそう言わないですよね。好き嫌いもあるので、はい、うん、ほら今同じクラブがエースだから多分好みがちょっと似ているところがある。ね、これこっち弾く感じだよね。俺こっちが良かったんだけどな。これさ、だって RS5 ってこんな感じなの。いや、打感は全然違います。いずれにせよこのプロトのモデルの方が打感はどっちもちょっとこう深みがあるというか柔らかさがあって。ごめん、増えちゃったスピンが。はい、うん、柔らかいですね、本当に。まあ、もともとギリギリのね、プロギアなんだよ。ギリギリにするから打感がちょっとこう薄っぺらいのは仕方がないのかなと思っていたら、いやいや、これすいません、2回も3回も思っていただいちゃって。そうでしょ。でもね、打ってもらいたかったんだよね。うん、こういうのに光を当てるのが、シダル TV のいいところじゃなかろうかと。すごいんじゃない。自画自賛ですね。うん。じゃあシングルクローバーで、最長不倒に挑戦のコーナー。うん、今日の撮影の全部の最長不倒をじゃあ超える勢いで。そうするとちょっと315ぐらいを怒られるかな。大丈夫かな。
あ、逃がしちゃった。ちょっとシャフトが柔らかいかな。あ、そうね、シャフト柔らかい。 60S だもんね。 S しかない気がすんな。確かいろいろもらってきたんだけど、あんなに握ったのにスピンが全然少ない。うん、それで頑張ろう。当たりがちょっと悪いですかね。どう？ちょいヒールぐらい。うん、まあいい球ですけどね。いいね。50出なくなってきましたね。あ、さすがに。寒いからね。うん。今日はコンディションいい方だよ。今当たったよ。今重い球だった。すげえ。309。素晴らしい。高さも出てて、バランスすごいいいですね。もう一発いっちゃおうかな。はい。振りちぎっちゃってくる。一言初代厳しいね。当たった。あ、ちょっと吹けちゃったね。コーチ、コーチ S の部分。おー、惜しいな。いや、素晴らしい、はい、ナイスですね、いい球ですね。じゃあお二人にちょっとね、1本ずつ持っていただいて、はい、ちなみに、重心距離が 42mm、はい、重心振動が 35mm、はい、で重心角が20度なの。どちらもなんですか？どちらもだから、重心浅め、重心角もそんなに今の平均からするとつけてない。なんとなくこのトリプルクローバーの方が某 T 社の2番みたいな感じに見えるんですね。ちょっとこう三角形っぽいというか、うん、ちょっとね、左右の慣性モーメントも4000ワットぐらいなんで、はい、まあ、左を恐れずに振りやすくて叩けるみたいなイメージ。かつ重心が浅いんですもんね。そう、重心浅いの結構肝だと思う。振りやすくなってるんだと思う。よく言うのがほら、重心の距離と重心振動がこう同じぐらいの方が振りやすいとかっていうのがあるじゃないですか。まあ一応それはだから、これはあえてそれは浅くしてスピンは少なくして、うんうん、やっぱでもどっちが好みって言ったら、こっちは構えます。いや、でもほら、小山さんはこのトリプルクローバーの方がいい、うん、好みです、はい、安心感がちょっとあるかな、見た感じは。球捕まえてくれる感は圧倒的にこっちの方があると思うんです。ちょっとヒール側に重たさがあるというか、ボリュームがあるので。ガイブラの今年のモデルと比べてどうですか？ピン、タイトリスト、テイラー、キャロウェイと比べて。なんちゅう顔すんの。言っていい、なんだよ、言っていいの。僕の中での今2021年打った中ではこれが今一番なんじゃないのかなっていうのはちょっと本音で思ってます。おお、喜ぶよ。これと打感と顔とかは圧倒的に今これが1位で、うん、で実際今僕今年に入ってドライバーは本当にロディを使ってるんですけど、うん、実際コースでの結果は今ロディオいいので、うん、まあ、シム2とかエピックとかをこう競わせて面白い遊べるかななんて思っていたんですけれど、今日この時間でこれを出していただいて本気でこれすごいなって今思っているので、ちょっと後で小山さんに相談します。小野君、打感とか打音とかはどんな感じでしたか？やっぱりそれぞれ古着屋さんが出している特徴っていうのも、うん、こう近いものじゃなくて結構、まあ、いろんなゴルファーに当てはまるような打感とか微妙に違うよね。結構違いますよね。こっちの方がふわって包んでくれるというか、こっちはちょっと弾く感じ、弾く感じあります。契約プロももうほぼプロトになってるっていう、こっちになってるっていう話も聞きますし、あとはまあこのどっちかを使ってるっていう感じ、うん、だからアマチュアはやっぱり捕まりとか優しさが必要なので RS とかにして、特に市販の RS5 は結構捕まるので、うん、プロが使うにはやっぱりこのぐらいの出来がちょっと必要なのかな。いいモデルだよね。はい、すごいいいモデルだと思います。うん、まあ、だから買えるところが少ないのと、
まあ、値段がですね10万円オーバーになってしまうのが、まあ、弱点といえば弱点かな。まあでもこれは試しに打ってみたらちょっとその辺ガラッと変わるんじゃないですか。イメージは負けてないよね全然ね。いやむしろ勝ってる面が結構あるんじゃないかって思ってますけど忖度のかけらもないね、スタル TV。 そうね、本音で要は どうせ顔でバレるからいいんですよ。どうせなんか嬉しそうだなって言われるから。そう、これすごい、うん、これはなかなかの改作でございます、まあ、試しにこれはね、本当打ってほしいですね。打たなきゃ分かんないよね。打つだけでもいいんで、ね、まあ、ある程度触れる人でないとちょっと難しいかなって思ってしますけど、まあ、でも逆にこの トリプルクローバーの方だったらシャフトをもうちょっとこう変えてあげればまたイメージ変わるんじゃないかなって気もするし、素晴らしい、いいと思います。ありがとうございました。何度もすいませんありがとうございました。お疲れ様でした。今日はコンディションいい方だよ今当たったのが重い球だった、ね。309素晴らしい。